これ大丈夫ですか？大丈夫ですか？あれ？最強伝説ですね。感じないみたいですね。お、いいですね。ハリケーデンからこんにちは、ピュアハリケーデンの上田です。そして今日のモデルはファッションライバーのネソです。こんにちは。はい、ということでメンテナンスですけども、なんと6週経ってしまった。6週空くとこれは結構やばいですよね。1週回って良くなってる可能性ないですね。この間先日コメントもいただいたんですけど、またガチゴチになってくるのはこれ根本的に治療してんのかっていうコメントがあったんですけど、洗車して1ヶ月半でドロドロになった車を見て根本的に洗車してんのかっていうのと一緒ですね。確かに、なんでもちろん月1とかのメンテナンスは必要なんですよね。日々の腰が痛いで首が疲れるとかっていうのはね、人間の汚れた体を落とす、きれいにするっていう形で、アラフォーか35ぐらいから月1メンテっていうのは絶対にやった方がいいですね。はい、はい、首肩ねちょっとチェックさせていただいてしっかりケアしていきたいと思います。それではゴー。首肩肩甲骨バキバキということでちょっと動きチェックしてみたいと思いますけども、はい、じゃあ先に首ですね、右左。後ろ絶対見えないですね。ね、体ちょっと体も回ってないですね。じゃあ上向きはどうですか？こうですね。やばいですね。じゃあ万歳どうですか？はい。相変わらず前に行きますね。完全前。耳のライン上に行かないです。顔が痛い。顔行ってますか？ずるしてる、ずるしてる。じゃあもう一回。なんで前行っちゃうんですか、手が。なんでだよ。やばいっすね、これね。肩甲骨バキバキね。やばい、これ。11円で改善できます。で今、むちゃむちゃ硬かったですね。この10円と1円ですね。10円が金属的にプラスで、1円が金属的にマイナスで、近づけるとですね、電子が体液に反応してこう動いたりとかします。で、これがですね、ガルバニー電流っていうものなんですけど、電池みたいな感じで電流が流れて仕組みですけども、これでケアしていきます。で、むちゃむちゃ肩、動きを良くしてくれるのは外観っていうとですね、手首から指2本くらいですね。ここに10円を貼って、その上に1円を貼ります。で、あまりも硬すぎるので両方貼ります。お、反対側の手首も、はい、1円と1円貼って、その上から1円を貼ります。はい、ではこれで万歳するとどうでしょうか。さっきだいぶいいんじゃないですか。顔が見えない。さっき肘が曲がってましたけど、はい、伸びる感じですね。いいですね。はい、シャキーン、ウィッシュですね。はい、で、さらにですね、肩こりとかある人ね、10円と1円を、ね、その肩に貼るんですよ。肩凝ってるとね、貼ります。これだけでも結構楽になりますけど、肩に貼ります。ではこれ、これでも楽ですね。でもさっきのが効いてる感じですね。で、下ろしてもらって、首右左やってみましょう。さっきのは、もう一回右やってみてください。さっきはちょっといい感じですね。うん。はい。うん、でも11円抵抗型なので、しっかり治療していきます。はい。それでは、ゴー。それではですね、まず、首肩肩甲骨でスライディングして、でちょっとおけつをね一部取って、その後針をしていきます。はい、じゃあスライドです。
丈夫ですか。大丈夫でした。大丈夫でした。久しぶりだからちょっとドキドキしてたんですけど、はい、だいぶダメそうですか。だいぶ。やばそうだね。これ大丈夫ですか。大丈夫ですか。これですよ。これ。あれ。最強伝説ですね。感じないみたいですね。だいぶ吸ってるけど。だいぶ吸ってますよ。だー。だ。だ。全然変わらない。ね寝れそうな。マジですか。あの方法でいきます。はい、それでは背中肩甲骨前ですね、ある方法で、おけつを取っていきます。これは政府見解ですね、鍼灸室の独自の技術ということが出てるので安心してください。上ロネこんな感じですね。脈のセンスがね、これだ、ドンピシャ。だいぶ出そうな感じですね。こうだ、いらっしゃってます。自分の動画見たことあります？あります、あります。どうでしたか。あー、足りました。なんかニヤニヤしますよね。ニヤニヤ出てると。悩みです。あ、取れなかった。あ、ここだ。はい、死後療法の展開です。さすがです。さすがに、だって何回受けてるだろう。全部なんだよ。カメラマンが一番ビビるになっちゃう。はい、では10分ほどお休みいただきます。はい、で肩甲骨周りね、取っていきますね。今日は疲労してるからあんまり出ない感じですね、中の方に。小さいおじいさんがついてました。こ何匹か乗ってました。一クラス分。おじいって。
それでは10分ほどお待ちいただきます。はい、それでは動きのチェックをしてみたいと思います。はい、首肩肩甲骨ですけども、はい、だいぶリフレッシュしてですね、相当補欠取ってますね。顔色もいいんで、まず万歳しましょう。万歳してみて。お、だいぶまっすぐ行きますね。だいぶまっすぐですね。感動どこまで行った最初だいぶ、そうなってた。そうなってた。こうですね。だいぶ行きますね。いいですね。はい。じゃあ、下ろしていただいて、首、右、左、横ですか。はい、いいですね。うん、おお、左、めちゃめちゃいいですね。めっちゃいい。はい、今度、横から取っていただきます。上向き、どうですか。お、いいですね。よかったです。はい、首肩肩甲骨バキバキの方で猫背になったりとか、あと疲れ顔になってリフトダウンしちゃったりとかして老け顔になっちゃうので、ぜひこういったケアをしていただければなと思います。ちなみにはここ銀座院と横浜院がありますので、施術受けてみたいなっていう方は概要欄の LINE からお問い合わせいただければなと思います。またこういった施術できる先生ですね、全国に450人ぐらいおりますので、概要欄からお問い合わせいただければなと思います。またですね、普通の肩甲骨周りとかこういった施術はですね、普通の鍼灸院でできますので、ぜひ町の鍼灸院にも行ってみてください。僕のチャンネルを見てる方ですね、東洋薬的な治療をしてもらえる先生のところがなんとなく合ってると思いますので、お腹とか脈とか舌とかを見ながら治療してくれる先生のところに行ってみたらいいんじゃないかなと思います。最後に皆さんにお願いがあるんですけど、実はこのチャンネル見ている方ですね、月間再生60から90万再生ぐらいされているんですけど、実はまだ登録者数が5万で、9割以上の方がまだチャンネル登録いただいてないので、ぜひチャンネル登録をお願いします。はい、他にも施術の動画、セルフケアの動画配信してます。セルフの動画もご覧いただければと思います。チャンネル登録、高評価、ぜひマジでよろしくお願いします。またガチゴチになってくるのは、これ根本的に治療してんのかっていうコメントがあったんですけど、洗車して1ヶ月半でドロドロになった車を見て、これ根本的に洗車してんのかっていうのが一緒です。確かに、洗車しても汚れなくなるから、そうなんですね、しなくていいんじゃないかって思いますよね。いやいや、まあまあ、まあ、僕もうちもね、うちバス通り沿いにあるんで、まあ、すっごい汚くなるんですよ。隣学校なんですよ。あ、じゃあ砂ぼこりとか、はい